日本のオオクワガタ、ベトナムのクルビデンスオオクワガタ、同じオオクワガタですが、内歯の形状が違います。目が慣れてくると分かるようになると思います。国産とグランディスの違いは、もう見れば歴然、顎が違いますね。こちら、グランディス。こちら、国産。こんな感じです。ちょっと動いちゃうんですけど。どうでしょう。日本のオオクワガタと、マレーシアのアンタイウスオオクワガタです。サイズは一緒です。だいぶ、内歯の位置が違うと思います。かなりきつくカーブした感じが特徴です。グランディスオオクワガタと、アンタイウスオオクワガタの違いです。ご覧のように、内歯の位置は似てますが、顎の湾曲が違いますね。どうでしょう。目が慣れてくるとわかると思います。グランディスオオクワガタの場合、内歯の位置がもうこの位置からほぼ上がらないです。国産のオオクワガタです。クルビデンスオオクワガタ、グランディスオオクワガタ、アンタイウスオオクワガタです。顎の形状が全部違います。それでわかると思います。少しグランディスオオクワガタとアンタイウスオオクワガタが似てると思いますね。わかりにくいかな。はい。こんな感じですね。内歯の位置がグランディスは下向いてますが、アンタイウスはスカイズが多くなると上を向いてきますね。グランディスはずっと下です。これクルビデンスオオクワガタも、サイズが多くなる、これ64ミリなんですが、サイズが多くなると上向くんですけど、このサイズだとまだ上向かないです。でも、国産のオオクワガタは64ミリでもだいぶ上向いてます。こんな感じですね。